こんにちは。今日はこちらにあります100円ショップセリアさんで購入してきた刺し子用ミニ花布巾生地伝統柄4図案入り、この青いパッケージの5種類を紹介したいと思います。私はよく動画でこのセリアの刺し子布巾を使って刺し方の動画をアップしてるんですけれども、ついこの間ね、この赤いパッケージと紫のパッケージと緑のパッケージ全部で15種類あって15種類制覇したよっていう動画を出したばっかりだったんですけれども、まさかの、セリアさんの勢いで伝統から4まで発売されてました。でね、多分これ、10月に発売されたばっかりじゃないかなとは思ってるんですけど、一応お店の人にも聞いたらね、最近発売されたばかりですとはおっしゃってたんですね。まあ、ただ詳しい発売日まではわからないんですけれども、私9月末にもねちょっと用事があってセリアに行く機会があったので、その時一応毎回刺し子のコーナーチェックしてるんで、その時はねこの青いパッケージなかったんですよね。で、なんで今回この青いパッケージ新しいのが出たのを知ったかっていうと、 YouTube のねコメントで教えていただいたんですね。コメントをお二人その新商品出てたよっていうコメントをしてくださって、で中にはねこの5種類の名前とパッケージの青色っていう特徴も教えていただいていたので、おかげでねお店に行ってもこの青いパッケージ目指して探していったので、すぐに見つけることができました。教えてくださった方どうもありがとうございます。そう、おかげでねすぐに新商品の情報を知ることができました。実はねその1個前のこの緑のパッケージの時もインスタの DM で教えてもらったんですよね。もうそんな感じでね皆さんがねすぐ新商品教えてくださるので、私はいち早くこの新商品の情報をゲットすることができました。どうもありがとうございました。でね、コメントでもその新しいのを購入したので、よかったらねそれもぜひまた作ってくださいっていう風に言ってくださったんで、それだったらねちょっと私もまたコンプリート目指して頑張ろうかなと思ったので、ちょっと今回この5種類をゲットしてきました。これからちょっと5種類紹介していこうかなと思います。でまた動画の最後の方でこの商品のバーコードを紹介しますので、よかったらぜひ最後まで見ていってください。それではこれから5種類紹介していきたいと思います。1つ目はこちらが矢羽根になります。ちょっと中を開けていきます。はい、広げるとこのような感じですね。こちらに矢羽根というふうに書かれています。こちらの矢羽根は刺すところですね、これが点線で描かれているので、まあ、チクチク刺していくときにも結構比較的刺しやすいんじゃないかなというふうに思います。あと、まあ、斜めのラインではありますけれども直線が多いので結構ね簡単に刺していけるんじゃないかなと思います。矢羽根と言ったらね、なんだろう、ハイカラさんが通るかな、なんかちょっとこう大正ロマンの雰囲気があってね、ちょっと大人っぽい雰囲気で刺していけるんじゃないかなと思います。続いて2つ目がこちら分胴つなぎです。こちらも中を開けていきます。広げるとこんな感じですね。こちらに分胴つなぎと書かれています。この分胴つなぎもさっきの矢羽根と同じように刺すところがこう点線で描かれているので、これも比較的刺しやすいかなというふうに思います。まあ、さっきの矢羽根が直線だったのに比べてこれはちょっとカーブが多いので、まあ、少し難易度が上がるかもしれないんですけれども、まあ緩やかなカーブなので、尻尾つなぎとかをね初心者向けの尻尾つなぎ刺したことある方だったら分胴つなぎも刺しやすいんじゃないかなというふうに思います。なんかミックスの糸で刺してもね可愛くなるんじゃないかなと思います。続いて3つ目、こちらが風車です。ちょっと中を出していきます。はい、広げるとこのような感じです。こちらに風車というふうに書かれてあります。これは最初の2枚と違って一目刺しの模様ですね。結構刺すところが多いので糸も結構長めに使うんじゃないかなというふうに思います。これもねまた面白い模様だなと思います。続いて4つ目がこちらが小花刺しです。中を出していきたいと思います。広げるとこんな
感じになっています。ここに小花刺しというふうに書かれています。こちら一目刺しの模様ですね。このねお花の感じがすごくね可愛いかなっていうふうに思います。色をね変えて刺していってもいいんじゃないかなと。なんか小物作りにもね活躍しそうな柄かなと思います。最後にこちらが隠し包です。これも中を出していきます。はい、中を出すとこのような感じですね。こちらに隠し包というふうに書いてあります。ちょっとねこれは多分一目刺しの模様だとは思うんですけれども、この斜めのライン、ここの真ん中の斜めがすごくなんていうのかな、一目が長いなというふうに思っていて、これをこのまま一針で刺したらここがね糸が結構長く出ちゃうので、なんかプカプカ浮かないかなと思って、ちょっとねそこが気になってるところではあるんですけれども、だからこれはどうやって刺していくのがいいのかなってまだちょっとね考え中です。なんかあんまり思いつかないので、もしかしたらこの5種類の中で刺すのは最後になるかもしれないです。ちょっとねもうちょっと考えてみようと思います。それでは最後にこの商品のパッケージについているバーコードを紹介したいと思います。よかったらこの画面をスクリーンショット撮ってお店の人に見せてください。ちなみに今セリアさんでは経営方針のようなんですけれども、電話での在庫の問い合わせとか商品の取り寄せっていうのは一切していないそうなんですね。なので、この商品のことが気になれば必ずお店に行って店頭でスタッフさんに問い合わせをするようにしてください。でさっき紹介したお見せしたバーコードがあると、そのバーコードをねピッと機械で読み込んですぐに商品の状況を調べてもらえますので、スクリーンショット携帯に収めてね見せていただくといいかなと思います。今回紹介したこちらの伝統柄フォーズワン入り、この青のパッケージなんですけれども、もうゲットしたよっていう方いらっしゃいますか？もしよかったらねどの柄を購入されたのか教えてください。またねこの動画を見て、これから買いに行こうかなって思ってくださった方も、この5種類の中でどの模様を買う予定か、どれが気になったかというのも教えていただけたらなと思います。私もこれから順番に全部作ろうとは思ってるんですけれども、またせっかくだからね作っていく様子を動画で紹介したいなというふうには思っています。でもせっかく作るんだったらなんか人気のものを優先して作った方がいいのかなとも思ったので、ぜひね皆さんのご意見をコメントで教えていただけたらなというふうに思います。ちょっとねこの隠し包だけは今まだアイデアが浮かばかないので、ちょっとこれは後回しになるかもしれないんですけれども、それも含めてこの5種類でね皆さんがどれが気になっているかっていうのも教えていただけたらなと思います。最後までご覧いただきどうもありがとうございます。私のチャンネルではこのように手芸に関すること、最近では主に刺し子に関する動画をアップしています。これからもいろんな手芸やものづくりに挑戦していきたいと思っていますので、興味がある方はぜひチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。またこの動画がちょっとでも良かったよと思っていただけましたら、この動画を閉じる前にグッドボタン、いいねボタン押していただけますと今後の動画作成の励みになりますので、グッドボタンで応援もどうぞよろしくお願いします。またご意見ご感想などもお気軽にコメントください。いつも楽しく読ませてもらってます。ありがとうございます。それでは最後までご覧いただきどうもありがとうございました。